皆様明けましておめでとうございます。令和2年がいよいよスタートいたしました。どのような年末をお過ごしだったのでしょうか。本日からスタートする私神田直子がお届けする心も体も豊かにすることで必ず迎える人生第2幕ラブワンアナザー周りを幸せにしようというテーマで皆様を少しずつ幸せにというか豊かな人生を送っていただけるようなメソッドをお伝えさせていただきたいなというふうに思います。そのメソッドは実は55ポイント55項目ございます。それではまず最初に少し自己紹介をさせていただきます。神田直子1966年生まれ、今年で54歳を迎えます。いえ、そういうふうに見えないよともしおっしゃっていただいているならありがとうございます。自分の幼少期はどんなだったかというとですね、まあ本当に大した変哲もないと言いますが、普通の平凡な家庭に育って大した特技もなく、エレクトーンも習いましたけど、バレエも習いましたけど上達することもなく、特技のないまま幼少期を終えまして、10代もですね、まあ、もうこれといって大して自慢できる事柄がないまま普通に生活をいたしました。少し転機が訪れたのが短大の2回生の夏休みにハワイに、語学短期留学にハワイ島に行きました。その際ですね、現地で壮大なこう自然とあとおおらかな性格の、非常にホスピタリティが高い皆様とに囲まれて勉強しに行ったのか遊びに行ったのかみたいな感じで、それがきっかけでですね、非常にまあ海外に対する憧れっていうのも強くなりまして、将来自分は何かこう海外観光を一つのまあ軸として何かお仕事ができればいいなというふうに人生設計をしまして、とりあえず大手ホテルに入社をいたしました。ホテルはですね、それなりに楽しくて、バブル時代でしたので世の中が本当きらびやかで、まあ、楽しくて、なのでまあどういう生活だったかというと、割にこう遊ぶたびに少し働いているというような、そのような本当に平凡、もう平凡な人生を送っておりました。28歳の時にホテルの先輩と結婚いたしまして、その後30歳だったか31歳になりかけか、そのあたりで離婚をすることになります。でまあ、離婚することを一つのきっかけにして、ホテルも退職をすることにしました。旦那なし、職なし、こういうゼロの状況が揃いましたので、心の中も一旦ゼロにしようと思い、ハードルの高いハワイしか行ったことないんですよ、海外で。2番目に選んだ先がニューヨークです。このニューヨークで少しですね揉まれたら早い段階でゼロになるんじゃないかなというふうに思いました。そして、ニューヨークから西に向かい横断するわけですね。サンディエゴから入って、サンフランシスコというような形で旅行を続けました。で、なんか旅行を続けるうちにですね、多分リセット、まあ、マインドオフができたんだと思うんです。ある時本当に根拠のない自信が湧きまして、よし日本に帰って何かしようというような、そのようなところまでもうモチベーションが上がりましたので、帰りまして経営者セミナーというものに初めて参加をいたしました。このセミナーが私の第2幕をスタートさせます。実はこのセミナーもですね、初めて自分でお金を出して受講したセミナーです。それまではまあ会社がやってくれたりとか誰かから言われて、いやいや、働いている範囲内で行ってたりというようなところでした。自分から学びたいと思ったことっていうのはですね、必ず身になります。期待通りというか、まあ、期待以上にさまざまな出会いがございました。で、一番の出会いは言葉との出会いです。そこで私が、まあ、今まで自分の概念になかった言葉で知るわけなんですね。まあ簡単に言うと、
思考は現実化するという言葉です。おそらく皆様も耳なじみのある言葉だと思います。たくさん著書も出ております。例えばナポレオンヒルとかデール・カーネギー、たくさんの方がですね、思考は現実化するんだよというようなお話をされております。ただその方々はですね、皆さん優秀な大学を出られたり、もともとそういうように能力が高くて、もともと備わった人たちなんです。私はごく普通の、30までごく普通のもう本当平均点だけの人生の第1幕でございましたので、31からの第 2幕をスタートして、で今現在53歳、もうすぐ54歳になるわけですけれども、23、4年間の間でどのように自分が変わったかと言いますと、今現在株式会社タガヤの代表取締役をしております。従業員は300名、年商25億です。で毎年、経常利益 15% から 20% を出している、非常に自分で言うのもなんですけれども優良な企業です。素敵な従業員さんにもお勤めいただいております。お仕事の内容はですね、最初はウェディングドレスだとか和装の結婚式のお衣装からスタートしまして、その後京都、大阪、神戸、そして銀座に結婚式ブライダル、本体ですねをプロデュースしたり運営をするという業態に変更をいたしました。で、現在はですね、新規事業部にもですね、勤しんでおるというような、そのような毎日です。で一番自分が最初に海外に行った時に、ああ年に数回海外に行くような生活ができればいいなということでホテルを選んだわけです。その一番最初に思った思いというのはですね、今現在もう全て達成できております。自由に年に5回から6回海外、ロンドン、ニューヨーク、時にはそうですねデンマークなど北欧、また東アジア、インドなど、これからの発展国などもですね視察するような毎年でございます。非常に充実をしているわけでございます。第2幕で私の人生がたった20年ほどで変わった。でもしこの言葉とか心の持ちよう、描き方をですねもっと早い段階で私が出会ったり巡り合ってたら、もっと早くこのような第2幕がスタートしたんじゃないかなというふうに思いました。ですので、まあ、次の私の第3幕を始めるには、まず私に近いもっともっと、心も体も豊かで、そして、一年一年自分が成長していると感じるような幸せな豊かな、生活をする人たちをたくさん作っていきたいと思います。ということで、55のポイントについて、一話一話大切にお話をさせていただきたいと思います。それでは本日1話目、ポイント1、相手が嬉しくなる挨拶を心がけるでございます。やはりですね、挨拶で最初の第一印象が決まります。でまた挨拶一つで相手を喜ばせることもできるということもあります。ただです、あなたが少し思いを持って相手に挨拶をするだけです。挨拶というのはですね、まず先手先手に自らこちら側から先に行うべきです。そして必ず1対1の挨拶を心がけてください。これもコツです。山田さん、おはようございます。山下さん、明けましておめでとうございます。というような具合に必ずこちらから名前を呼びかけながら挨拶をする。そしてそこには、あなたの素敵な笑顔を伴えていただきましたら、まずなんて可愛らしい人なんだろう、なんて気持ちのいい人なんだろうということでですね、印象が変わります。令和2年新年が今日からスタートしたわけですので、今日から印象を変えるという第一歩にしていただきたいと思います。元旦、家を出てから家に帰るまでですね、出会う人、
まあ、もちろんお知り合いの人だけで大丈夫ですので、もしくは近所の方にですね、まずは自分の方から〇〇さん、明けましておめでとうございます、今年もどうぞよろしくお願いいたします、良いお年にしてくださいね、というような言葉を自分から投げかける。本日はこれだけで大丈夫です。ということで、本日から始まりました、私神田直子がお届けする心も体も豊かにすることで必ず迎える人生第2幕、ラブワンアナザー、周りを幸せにしよう、でございました。また次回もよろしくお願いいたします。